さあそして毎週水曜日はお釈迦様っ子クラブマンダラ対花の警備員フランプールが登場。フランプール出るんだよね。先週はパフューム研究員にボコボコにされていたフランプール警備員ですが、ちょっと今日は改めて気持ちを入れ替えてきているみたいですよ。フランプールロックスいけるのか、どうなんだおい。ん、生徒の皆さん、こんばんは。こんばんは。あ、すみません。花の警備員、フランプルと申します。フランプルです。はい。これ、マジで放送されてるんですか？始まってんの。僕が、ボーカルの山村隆太と申します。はいはいはい、僕が、ギターの酒井和樹です。今日から、始まりました、はい、フランプルロックス。はい。僕らは、この学校の警備員ということで、校舎の警備していきたいなと思っておりまして、校舎を警備していきたいなと思っておりまして、まあ、はい、ラジオの初心者ですからね。そうですね。縁の下の力持ちというか、はい、陰からささやかながら、この学校の力になれたらいいなと。はい、あ、早速書き込みが届いてるみたいです。あ、嬉しいですね。読みましょう。大分県17歳女の子、ラジオネーム、マナミーナ。ミーナ、はい、初めての書き込みありがとうございます。はい、フランプールとパフューム月曜日も水曜日も聞きました。めっちゃ楽しそうで新鮮で面白かったです。ん、何がパヒューム研究員に押されるフランプール警備員かわいいです。またやってほしいです。ん、あのあれですよね、僕らのラジオ始まったん今日です。僕らのラジオは今日からスタートですもんね。え、月曜日と水曜日って、何やろ、いつやろ、こうやってた、はいね、先週までだって水曜日は、ウィーバーロックスビーバーさんがやってましたね。がやってましたよね。マナミーナさんが、勘違いしてらっしゃるかなと思いますけど、和樹さん、やっぱこの設定無理やるって。なんすか、この設定やっぱ無理やる。いやいやいや、先週の水曜と月曜もなかったことにしたいね、もうこれ。いやいや無理だって、そんなかったことにできひんよ、あんな押し通すやつ。謝ろうよ、かっこ悪いって俺だって完全にあれは本当の俺らじゃなかったから。いやそうかもしれんけど、もう完全に飲み込まれてた感がもうみんなで分かってるやん。それではスクールオブロックの皆さん、はじめまして。無理やって、本日から何卒よろしくお願いします。フランプルロックススタートです。いける、これ絶対無理やって、もう初めまして、初めてのラジオ感を出せないって。大丈夫やろ、負けたもう認めよう。いやでもただやっぱ先週は、うん、なんかほんまにすんませんでした。すんませんでした。スクールLock Ladies and gentlemen, boys and girls, Flumpool Locks Starring Flumpool。改めましてこんばんは、花の警備員、はい、フランプールロックス、フランプールのボーカル山村隆太です。僕たちのニューシングル、いやもう無理です。もう無理ですか、ごまかせないですよ、もう普通に行きます。はい、分かりました、ダメです、分かりました。やっぱり、僕たちのニューシングル、大切なものは君以外に見当たらなくて、そして微熱リフレイン、いよいよ7月の3日にリリースです。はい、ギターの酒井和樹です。はいはい、まああと2週間、2曲ともですね、着歌の配信もスタートしてますので、これはもうぜひ皆さん聴いてみてください。ぜひよろしくお願いします。はい、そしてですよ、リリースの7月3日を前にしてですね、いよいよ運命の日がやってきます。はい、現在ビジュアル面での活動休止中の私、酒井和樹、そうですね、ギタリスト復帰をかけた運命の判定日は6月30日日曜日。君はジョン・コナーか。やめてくれ、あれやばい、なんかあれ今一瞬なんか記憶がなんか一瞬あれ悪夢が蘇ったよ。
蘇りましたよ、なんかパフュームロックスに登場した時のあれじゃないですか、それ滑ったやつじゃないですか。いやまあまあ思い出した今回今もっと大事なこと話してるからはいね、いよいよなんでございます。そうですね、夜7時半から恵比寿ザ・ガーデンホールで開催、はい、酒井和樹ジャッジメントデイ体操よ体重測定でしょ要は。いやまあまあね、この日の判定で、はい、私がねこうダイエットで成功してね、まあ、つまり64キロ台になっていればですよ、はい、フランプールのギタリストに復帰いたします。ギタリストに復帰、そう、そしてですよさらに、うん、当日フリーライブも開催します。フリーライブやりますね。そしてそしてなんとフランプールのサブリーダーにも就任いたしますちょっとこれはあんまよくわかんないですけど、最後ボーカルの上ですよね、サブリーダーっていうのは自分のあれの生活の甘さのせいで休止したわけで、なんで帰ってきて俺がお前の方が上行っちゃうわけよ。いやそりゃそうよ、こんだけ頑張ったもん。いやだ、まあ、成功したら、ね、でも失敗したらもう成功したら日本におれると思うのよ鼻水今ブローブロー出ました今まあそういうことなんでいろいろあるんですけど、はい、改めまして6月30日日曜日、はい、場所は恵比寿ザ・ガーデンホール、このイベントはですね僕たちのファンクラブインテロバングで、無料招待をいたします。はい、応募締め切りは明日の20日20日まで、はいはい、なので皆さんねぜひ急いで応募してください。急いで応募してください、見に来てください。はい、見に来てくださいよ、ね、はい、そして当日来れないという生徒のみんなはですねニコニコ生放送も予定しているのでぜひそちらも中継が入るんですね。どうすよ、楽しみにしてください。というわけで今夜の授業はどうしましょうか。いややっぱ今日はね、はい、やっぱ初心に帰った授業やりましょう初心に帰った授業、はい、いやまあぶっちゃけて、はい、先週は反省すべき点もね正直あった。先週なんかありましたっけ。いやいやもうあんまりその記憶を呼び起こしたくないからあんま詳しくは言いませんけどもはい、まあ、まあ、言うと Perfume さんにボコボコにされたってことです。はい、男2人がそうです。だからもうそういう意味を込めてね、はい、フランプールロックス今夜の授業は初めましてフランプールですどういうこと、謙虚な感じですね。いやもう正直フランプールロックス2009年の10月からやらせていただいてるわけですよ、はい、もうそれも言うのも恥ずかしい、ね、お恥ずかしいぐらいのキャリアがそれなりにあるわけで ね、もう我々は長年警備させてもらってるわけですよ。はい、まあ、とはいえ最近ね僕たち初めての頃の気持ちを忘れていないかと。いやそれはそうかもしれない。いやそうやね、ちょっとなんか慣れがあるやろ。確かに、まあ、というわけで今夜改めてね、あそれはいいかもしれない、新米警備員フランプールとして生徒のみんなにね、うん、電話で挨拶回りしていきましょうよ今日は挨拶回り、挨拶回りしていきます。なるほど、はい、もう初心に戻りましょう。確かに、のマッチャールクロもなんかちょ最近サングラス買ってもうたもん俺そうなんや、うん、レイバンのサングラス買ってもうた調子乗ってるいらんや、もう捨てようと思ってる今日だから今日捨てるから、うん、それは実際捨てた方がいいかもしれないですね今日時間の限り電話していきますから、はい、掲示板でね、はい、埼玉県女16歳ラジオネームファインフィニティ、ファインフィニティ、今日また絶対音感を持っている友達に教えてもらって、はい、大切なものは君以外に見当たらなくてのサビがピアノで弾けるようになりました。お微熱リフレインのサビも弾けるようになったからあとはおえおえだけ頑張ります。お素晴らしいメッセージ、素晴らしいメッセージですね。もう涙、わざわざ僕らの曲をねここまで精一杯やってくれるなんて、はい、本当にもう感謝の気持ちしかないですよ。いや本当ですよ、うん、僕ならもう裏 BTTV 弾いてますもんピアノで、まあ、定番どころのね、はい、まずはそんな僕らみたいなマニアックな曲なんかでなくてね、そうですね、もっと世に出てる曲がいっぱいありますから。そうです、その方がだって弾いた時にそうですよ、みんな大手のわけですから、僕らの曲弾いたってもう、はい、いやもし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 、フランプールボーカル山村龍太です。ギターの酒井和樹です。そうラジオネームファインフィニティさんですか。はいはい、はじめましてフランプールと申します。え、こんにちは。こんにちは。こんにちは、はじめましてフランプールボーカル山村です。こんにちは。こんにちは、酒井和樹と申します。ギターを担当させてもらってます。ダイエット頑張ってください。 ありがとうございます。いやそんな言葉がいただけるとはもう本当に思ってもいませんでした。ご存知ですか、僕たちの大切なものは君以外に見当たらなくて、はい、サビをピアノで弾けるようになったと。はい、ありがとうございます。もう本当に僕らなんかの曲をね本当にそんな練習していただいてありがとうございます
ありがとうございます。いやそんなこちらこそです本当にもあのねあの本当僕ら大阪出身で4人組のバンドをやっております。はい、ぜひねあのご存知じゃないと思われますのでぜひちょっと知ってほしいなと思っております。知ってくださってます。いやありがとうございます。すいません本当にこれは嬉しいですね。こんな幸せがあっていいんでしょうか。いやありがとうございます。ファインフィニティさんファインフィニティさんはもしもし、あ、僕らの話がつまんなくて今お眠りになられてましたか。今電波悪くて、あ、電波の方が失礼しました僕の勘違いで。ですよね、あの僕らあのシングルの方もねもうリリースされますので、はい、ぜひそちらの方もねぜひ知らないと思いますけども、はい、予約します。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、あの今後もぜひ僕らのこと応援よろしくお願い します。ファインフィニティさん。つまらんからお前の。すいません。ファインフィニティさん。お眠りになられたかな。あの本当大変申し訳ございませんでした。でもこれがあの当たり前です。こんなそうですね。もうこんなこれが現実。バイバイなんか言ってもらえると思ってたですか。あのちょっとすいませんまだやっぱり。あ、そうですよね。すいません、なんか本当に僕の話が多分つまらなかったんだと。いやでもこれだけ電話させていただけたっていうのは、いや本当にありがとうございます。いやこのタイミング、そういうことですよね。ちょっと僕もまだちょっと天狗になってましたね。そういうことがありますよね。はいはい、じゃあ僕次行かせていただいていいですか。行きましょうか。東京都18歳女の子、キリンリュック、部活まで暇してます、寝ちゃいそうでやばいです。いやもうそんな暇があれば僕これいつでも電話させていただきましょう、はい、あもういつでも電話させていただきますんで、ね、寝てもらって構わないんで、はい、もう全然話中に寝てもらってもね。あの先ほどの方もそうですけど、やっぱつまんないと思った瞬間に来てもらえるっていう、もうほんとそういうタイミングでいいんでね。なんか僕なんかがこう必死でね、なんか面白いことしようとしますけど、全然面白くなかった、ね、いつまでも喋ってもらえると思うなよってことですよ。やっぱりそういうことですよね。本当僕らもちょっとやっぱそこは勘違いしてます、はい、いや本当そうですね。ね、勉強になりますね今日。本当に今日は勉強になります。なんか場違いだったかもしれないですね、この時間に電話をするっていうこと自体が。確かに本当にそれ自体が本当に場違いだったかもしれないですね。確かに大変申し訳ございません。こんな時間に、いやでも一人と電話できたっていうのはもうすごい、いやこれは本当すごいことですね。すごい貴重な経験でしたよね。いや本当ファインフィニティさんね、本当にね、あの、はい、本当にでも申し訳ございませんでした。なんかあの僕の発言が多分ねちょっと、はい、お聞き苦しい点があったのかな。そうですやっぱりでしょうね。そりゃそりゃそうですよ、はい、日々努力しますんで、今後もフランプル、一層の、はい、応援よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。警備員フランプルロックス、掲示板とメールでメッセージを24時間受け付けています。すべてはこのアドレスから www.tfm.co.jp/rock www.tfm.co.jp/rock。 ロックのスペルは LOCKL で始まるロックです。それでは校内の見回りに戻らせていただきます。はい、チハタン様、マーチャンプール様、レイ様、ソレイケミッチャンマン様、リホンプール様、みずみずしそうな葉っぱ、失礼しました。大変失礼しました。しました、みずみずしそうな葉っぱ様、ウォッチ様、ハルルボーン様、また来週お会いしましょう。プランプールの山村龍太とギターの坂井和樹でした、今日も掲示板に書き込みしていきます。校長教頭、こんな僕たちを警備室に置いていただいて本当にありがとうございます。こんなスペースいただきまして本当にもう感謝しておりますんで、この学校のますますの発展のために全力を尽くしていく所存でございますので、何卒よろしくお願い申し上げます。お願いします。改めて我々フランプールと申します。こんなにも反省してないことがあるかね。本当に何にも響いてないね。没収
警備室没収もうずっと見回りしてなさい。反省が全然生かされてないな。全然もう本当に電話つないだよ。ファインフィニティちゃんもう戸惑ってたじゃんか、ね、かわいそうに知ってますとかね、うん、なっちゃうし。唯一、はい、唯一今日褒めてあげることがあるとしたら、うん、のびのびやってた。そうね、これだろう。そうね、ナチュラルだったね。自然体だった。そんな2人が俺は好きだ本当に。先週では考えられないぐらいの、うんうんうん、あののびのびナチュラル感ね。そう、じゃあやっぱり広めの部屋あげようかな。まあな、じゃあ、うん、一応これからも頼むわ。そうですね、よろしくね、お願いしたいと思います。